はい、皆様アニョッス。本日はついに最終回。嫁の珍しいアルバイト。それでは前回の続き、結婚式場から。いるだけでニコニコ。これは間違いなく、前回めちゃ気になったクマちゃん。こちら、イベントなどで着ぐるみに入りパフォーマンスを行うアルバイト。採用条件は意外に厳しい。ダンス経験者で身長制限まで。日給は1万円。なかなか高額だけど。真夏、外の会場とかはかなりきつそうだな。お次、相槌上手？誰かの話を聞いてあげてる感じの人は。発見、きっとこの彼ね。はい、こちらはただ話を聞いてあげるというお仕事なので、一見楽そうかなとも思いますが。聞かされる話の多くは愚痴とか自慢話らしい。確かに、お金払ってるし面識のない人だからこそ、ぶちまけられる話もあるわよね。時給は1200円ぐらいらしいですが。1時間愚痴や自慢を聞かされ1200円、あなたはやりたい？虫は絶対にやりたくないっす。ではここからはデパート。あるものを探しております。お、これはなんかテレビで見たことあるぞ。お、何やらこの辺から怪しい電波が出ているぞ。はい、たまにニュースとかで特集がやっている盗聴器。これを見つけ出して、撤去するというお仕事。どれぐらいの確率で見つかるのかは全然わからないけど、一件見つけたら2万なので、1日1個でも結構な儲けに。お次、今日も見てます。地味なお仕事。屋上で監視している青年だな。こちらはなんとも珍しい、デパート屋上にある巨大広告風船。これが飛んでいったり割れたりなど、異常が起きないか見守るというお仕事。見てるだけだけど、だからこそ1日何時間もやると退屈すぎて辛そう。主、これやったら絶対居眠りする自信あります。私も、途中絶対に目を離しちゃうだろうな。お次、万引きは許さない。これも結構テレビで特集が。怪しい客はいないかな？はい、これは結構有名、万引き G メンのお仕事。なんかこれはちょっと探偵気分で楽しそうかも。でも怖い人が万引きするの発見したら、声かけるの勇気いるな。確かに、反撃されそうで怖い。ちなみに近年では、万引きする人は高齢者が一番多いようです。では最終ステージ、アルバイト情報誌。箱は任せて。箱。発見、左上のやつね。こちらはなんとも退屈そうなお仕事。箱がちゃんと正常に開け閉めできるか、それを延々チェックするお仕事。確かに、世の中の商品は大体箱に入ってるな。時給は1000円でまあまあで、体力的にも全然きつくないけど。問題はこの同じ退屈な作業を何時間も続けられるか。皆様はこういうお仕事はお得意？主は好きなこと以外は飽きっぽいので、まず無理です。体力には自信ないけど、忍耐力は自信あるって人はぜひ。お次、あるものを代わりに作ってあげるお仕事。これは作るのが楽しいんじゃないの？って思ったけど。なんと、ジグソーパズルを作ってあげるお仕事。これと似たような感じで、プラモとかを代わりに作ってあげる仕事もあるようです。完成品を飾りたいけど、作るのダルビッシュ、なんて人が利用するんだとか。お次、平和を祈って。これはもしや、虫が折れないやつかな？はい、皆様ご存知センバズル、不要だけどセンバも折れない。そんな時にツルを折ってあげるお仕事だけど、時給きつすぎるなこれは。ツルを折るのが楽しくて仕方ないって人にしかできなそうなお仕事。ではラスト、怪しいものを運ぶ闇バイト。違法なものを運ぶのにはかなりのリスクも。はい、怪しいものを運ぶお仕事、日給1万以上と、危険な分だけ報酬も高いですが、闇バイトなので手を出したらダメよ。ってことで以上、いろんな珍しいアルバイトを見てきましたが、皆様はどれやりたかったですか？主は断然、発売前のゲームやアプリをプレイし、バグを発見するお仕事だな。ということで以上、世にも珍しいアルバイトでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。